ロケットクレヨンの、はい、終了。ソングブックカフェに、ロケットクレヨンというタレントさんがおりますが、鳥取出身の鳥取在住のアーティストでございますが、彼ら二人組なんですが、たかしくんというね、方がこちらから見て左側の人ですが、彼がとてもこう喋る時に間違いっていうのかな、なんか多いんですね。毎回こうステージで、とんでもない発言をこうなさるんですけど、まあ、これが非常に面白くて、ファンの方たちも 大好きな、またやってくる、またやってくれたみたいな感じがあってね、非常に嬉しくなるぐらいな間違い方なんですが、でこれを、まあ、あのコーナーにいたしましてですね、はい終了というコーナーでございます。たかしくんが間違った瞬間、はい終了とさとしくんが言って番組が終わるという、なかなか珍しい番組でございますが、では鳥取のロケットクレヨン、はい、こちら鳥取のロケットクレヨン、たかしとさとしです。中川さん、イエーイ。そして見えるラジオをご覧の皆さん、こんにちは。はじめまして、ロケットクレヨンです。はい、ね、というわけで、はい、中川さんの見えるラジオ始まって、はい、僕らもこう出ることができて、はい、本当にありがたいね。そうですね、ありがとうございます。まあ、鳥取から発信してるということで、はい、じゃあ今日は鳥取のいいところを、あ、皆さんに紹介したいと思います。紹介、まあちょっとゲームなんかをして鳥取県のいいところをね、探しました。紹介探しました探しました。紹介したいなと思います。はい、ではじゃあ個々に放題を何度でいいですね、ちょっとリズムに乗って、はい、いろいろアピールしていこうと思います。うんうん、やってみようか。 OK、 個々の放題、ほっ、イエーイ。鳥取県といえば、イエーイ、どこどこどこまで、どこまで行くの、これはいつ始まるの、終了って言いたいことですじゃあまあもう続けよう。どうしよう。だから始めればいいんだよ。どうやって始めるの。鳥取県のいいとこ行って、ポンポン、あ、ポンポンね、ポンポン、 OK、 それ気になってなかった。はい、ポンポン、うんとこ、ポンポン、うんとこ、なんとか、なんとか、なんとか、まあここは流そうかな。1番、2番、3番、4番順番、オッケーいいよ、順番、順番、順番、オッケー、オッケー。さあそれは参りましょう。鳥取県といえば、はい、ポンポン、作曲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 、終了。中川さん、次回紹介したいと思います。スタジオにお返しします。もう一回